今回はリン酸鉄リチウムイオンバッテリーについてキャンピングカー用途での話を1リン酸鉄リチウムを選んだ理由22014年の導入時と2022年の現在の状況の違い3今後についての順に話しますこの話をする背景にはキャンピングカー用途において特に大容量だったりセルから組み上げる場合リン酸鉄リチウム以外の選択肢は あり得ないと考えていたのですが昔と違い今はポータブル電源の大容量化が進みリン酸鉄リチウム以外も出回っていることから違いを明確にしたいという考えがありますリン酸鉄リチウムは数多くあるリチウムイオンバッテリーの種類の一つです呼び方はリン酸鉄リチウムという表現のほか LFP リフェ PO4 リフェとも呼ばれます選んだ理由は安全性が高いセルが安価で入手しやすいキャンピングカーの電源に向いているとなります安全性が高いリン酸鉄リチウムの特徴としては安全性が高くよく言われるリチウムイオンの発火という現象は化学変化の仕方から考えて起こりにくいです簡単な説明としては除年性の酸素の発生と 内部短絡による発熱と連鎖反応による発火という他のリチウムイオンの発火事故の原因がリン酸鉄リチウムの場合には発生しにくいためリチウムイオンの中では安全性が高いという話ですリチウムイオンの電解液の性質は因果性液体ですので火災につながる危険性は排除できません各種リチウムイオンの安全性の試験については交通安全環境研究所のフォーラム2012にてリチウムイオン電池の 安全性評価試験における発生事象についてという発表が参考になり過充電試験の結果においてリン酸鉄リチウムの安全性が示されています資料は交通犬のウェブページのフォーラム資料からダウンロードできますなお安全性というものは絶対的なものではなく充電の必要がない場合は充電器の電源を切るという基本的な運用面から製品を選ぶ場合は信頼のおけるメーカーを選び 注意点をよく読んで使用するという点を含め用途に合った現実的な運用と安全対策をした上で回避可能な危険を排除するという考えになります例えば密閉型の鉛バッテリーだったとしても余分に発生したガスを社外に排出する構造がなければ発生した水素ガスに引火し爆発の危険性もありますし条件が悪ければ毒ガスである硫化水素の発生もしますので安全性が高いという表現については 前提とととなるる条件があることを考考慮し慎重に評価すすべきものだと考えていますセルが安価で入手しやすいリン酸鉄リチウムは使用されている原材料の価格が安く製造原価を安くできるほか中国国内でも広く製造および使用されていることからセル単体が安価で入手しやすいです品質にばらつきはあると思いますがメーカーの導入実績で一定の信用ができる製品は選べます メーカーのサイトやバッテリーの使用書を確認し品質に問題がなさそうか確かめると良いです。最近では BMS も出回ってきましたし BMS を内蔵し4セルを組み合わせた 12V モデルもありますのでリチウムイオンのシステム構築のハードルが以前に比べて下がってきていると言えるものの BMS の使用や制御方法が不明瞭なものも多いため信用できる製品でなければ故障した場合も踏まえて 運用上の安全対策も十分に行った方が良いと考えています。キャンピングカーの電源に向いているリン酸鉄リチウムはリチウムイオンバッテリーの中ではエネルギー密度が低く携帯電話やモバイルバッテリーなど小型軽量化に重きを置いた製品や自動車や航空機など性能重視のものには不向きであるため国内の生活における身近な製品への導入は少なく日本ではメジャーにはなりませんでしたが。 中国においては EV バスなどコストを重視する大容量用途として導入されていきました中国では EV 用途であったため大容量のセルが存在しておりこれがキャンピングカーとの相性が良かったのです具体的には 12V を構成するためには4セル直列のみで済み容量を稼ぐためセルを並列化したり直列で高電圧になったものを高圧させる必要もなく制御としても簡単な設計で済みます また重量についてもキャンピングカー用途においては鉛バッテリーの代替となるためリチウムイオンの中では重いリン酸鉄リチウムであっても大幅な軽量化につながるため問題になりませんこのような理由と前述の安全性によりキャンピングカーの電源用途においてはリン酸鉄リチウム以外の選択肢はないと考えていますなお氷点下で充電ができないというデメリットは 一部を除く他のリチウムイオンでも発生するものですが、商用電源から電源供給されている条件下であれば、電気代は余計にかかりますが保温は容易です。氷点下で急速充電を行うと電石が発生し、内部短絡に繋がる危険性があるのですが、この点においても、リン酸鉄リチウムは内部短絡時の安全性が高いので、現実的に選択可能なリチウムイオンの種類は、 リン酸鉄リチウムになるものと考えていま二2014年の導入時と2022年の現在の状況の違い大きく異なるのは大容量のポータブル電源の有無です2014年の導入時は現在のようなフルパッケージの状態で手軽に入手可能な大容量のポータブル電源は存在せず前述で説明した理由により大容量のリチウムイオンを導入する場合の現実的選択肢は リリン酸鉄リチウムししかありませんでしたそのためキャンピングカー用途であればリチウムイオンのことはリン酸鉄リチウムのことを指していたのですがリン酸鉄リチウムと表現すると通じる人が少なかったのか一般的にはリチウムイオンと呼称されていましたしかしその呼び方だと他の種類のリチウムイオンと混同されてしまうため当時からリン酸鉄リチウムを使用していても燃えないのか 爆発ししないいのかという話はありました,ただ当時はキャンピングカーの大容量用途においてリチウムイオンバッテリーシステムを組む場合はリン酸鉄リチウムしかありませんでしたので火災につながる事故がなかったのかもしれません。そして現在の2022年ではポータブル電源の大容量化あたりから状況が変わりキャンピングカーの大容量の電源用途にポータブル電源が使われるようになってきたことで。 リン酸鉄リチウム以外も混在する状況になってきました。リリン酸鉄リチウム以外のリチウムイオンを使用する場合その特性からとても注意が必要で特に用途外の使い方をした場合や粗悪品を使用した場合のリスクが極めて高くリン酸鉄リチウムと同じような感覚で使用すると火災という大変危険な結果につながります。信頼ののおけるメーカーーカやビルダーが設計したものを、 正しい使用方法で使う分には問題ないのかもしれませんが現時点でもまだ黎明期であるという状況において気軽に利用したいという感覚の場合は商用電源の代替電源として設計されたポータブル電源の中でもリチウムイオンの種類がリン酸鉄リチウムのものを選ぶと良いでしょう。3. 今後についてニーズの拡大による大量生産効果でポータブル電源の価格が安くなってくると思いますので。 セル単体からシステムを組むのはスペース上の問題でばらさないと難しい場合以外はポータブル電源を組み込む方が一般的になる気がしますただし現状においてはポータブル電源でも危険性の高いリチウムイオンを使用していることが多くリン酸鉄リチウム以外のリチウムイオンを使用する場合十分な注意を払って使用することが重要だと考えますまた リン酸鉄リチウムを選択した方が安全であるためリチウムイオンの種類を調べてから導入すると良いです。ポータブル電源の選択肢が増えてきたとはいえしばらくの間はコストやスペース的な面によりキャンピングカー用途において3 0 0、ah、ワー以上のクラスの導入をする場合はセル単体と BMS の組み合わせもしくは4セルと BMS がパッケージになった 12V モデルを インンバーターータタとと充電器を使い構築するるパターンも多くくなってくると思います。この場合の選択肢は昔と変わらずリン酸鉄リチウムになるためバッテリーが原因の火災は起こりにくいと考えられますが電気火災の原因は他にもあるため配線を含めた全体設計はとても重要です。大容量バッテリーのニーズは今後も増えそれに伴いビルダーでの実装や自作する人も増えてくると思います。 安全で快適なキャンピングカーライフを誰もが楽しめるようになるためにも正しい知識を持って電源システムの構築をすることが必要と考えています。ごご視聴ありがとうございました。